こんにちは、高井です。今から30日スクワットチャレンジについて紹介していきます。それではスクワットの正しいフォームを紹介します。足を肩幅に開いて手を前で組みます。その状態からお尻を後ろに突き出しながらスクワットしていきます。太ももが地面と平行になるまで腰を落とします。横から見ていきます。お尻をしっかり後ろに突き出して、膝がつま先より前に出ないように。では1日目は50回からいきます。では50回いきましょう。20回、21 22 23 24 25 26 27 28 29、はい、30、あと20回、31、頑張って、32、33、34、35、36、37、38、39、40、あと10回、1 2 3 4 5 6 7 8 9、ラスト、はい、50、お疲れ様。最終的には30日目で250回やる必要があります。詳しいやり方はこの説明文の下に載せてます。こちら見てください。もっと上級編のスクワットはこの左側に載せてますんで、こちらの方見てください。以上です。